We'll be right back.
はようございます。イエス様の名前を通して礼拝を御前に捧げていきたいと思います。今朝の、聖書イザヤ書、今日はイザヤ書ですけれども、受難書に入りますので、イザヤ書53章1節から12節まで一緒に朗読していきたいと思っています。聖書をご覧を見られる方は、旧約聖書1214ページ、もしくは1113ページ、またここにも出していきますので、一緒に購読していきましょう。奇数を私、お読みしますので、偶数節を皆さんでよろしくお願いします。イザヤ書53章、私たちの聞いたことを誰が信じたか、主の身腕は誰に現れたのか。これは主の前に若枝のように芽生え、砂漠の地から出る根のように育った。彼には私たちが見とれるような姿もなく、輝きもなく、私たちが慕うような見栄えもない。彼は蔑まれ、人々から抜け者にされ、悲しみの人で病を知っていた。人が顔を背けるほど蔑まれ、私たちも彼を尊ばなかった。まことに彼は私たちの病を負い、私たちの痛みを担った。だが私たちは思った、彼は罰せられ、神に打たれ、苦しめられたのだと。しかし彼は私たちの背きの罪のために差し通され、私たちの咎のために砕かれた。彼への懲らしめが私たちに平安をもたらし、彼の打ち傷によって私たちは癒された。私たちは皆羊のようにさまよい、各々の自分勝手な道に向かっていった。しかし主は私たちの全ての咎を彼に負わせた。彼は痛めつけられた。彼は苦しんだが口を開かない。ほふり場に引かれていく子羊のように、毛を刈る者の前で黙っている雌羊のように、彼は口を開かない。しいたけの裁きによって彼は取り去られた。彼の時代のもので誰が思ったことだろう。彼が私の民の背きの罪のために打たれ、生ける者の力を解かれたこと。彼の墓は悪者どもと共に設けられ、彼は富む者と共に葬られた。彼は暴虐を行わず、その口に欺きはなかったが、しかし彼を砕いて痛めることは主の御心であった。もし彼が自分の命を誰かのための生贄とするなら、彼は末永く子孫を見ることができ、主の御心は彼によって成し遂げられる。彼は自分の命の激しい苦しみの跡を見て満足する。私の正しいしもべはその知識によって多くの人を義とし、彼らの咎を彼が担う。それゆえ私は多くの人々を彼に分け与え、彼は教師たちを分取り者として任せとる。彼が自分の命を死に明け渡し、背いた人たちと共に数えられたからである。彼は多くの人の罪を負い、背いた人たちのために掘り出しをする。アーメン。私たちの信じていることを告白していきたいと思います。私たちが信じていることと信条、我は天使の救い主、全能の父なる神を信ず。我はその一人を、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によって宿り、乙女マリアより生まれ、ポンティオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、世に下り、三日目に死人の地よりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢く生きたいて生ける者と死にたる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。主の
を続けていきましょう。天にまします我らの父よ、願うは皆を崇めさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心は天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らの罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを心に合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものなるはない。アーメン。本庁の礼拝のためにお祈りをします。天の父あなたの皆を賛美します。今週から受難週に入ります。神様あなたご自身が私たちの罪のために御子イエス様を送ってくださって、神様私たちの本当に死を死に向かっていた人生が主イエスキリストにあって永遠の命へと向かうものとされたことを心から感謝いたします。このことをご計画してくださった父なる神様の上にありがとうございます。また私たち救われた者がこの信仰生活を歩みにあたって本当に強められ励まされ、神様共に歩む者として聖霊様を送ってくださった、そのゆえに心から感謝いたします。本庁私たちは私たちの救い主を褒めたたえ賛美し、あなたが私たち願っていることを御言葉の中から聞いていきます。お一人お一人の霊の耳、霊の目を開いてくださって、私たちが主をあなたの御心を受け取ることができるように助け、また用いてくださるようお願いいたします。ハレルヤ。天の父なる神様、あなたはその人たちのために取りなしをすると、私たちのために取りなしをしてくださる方、あなたの皆を賛美します。この調子をあなたの前に捧げられる祈り、そしてまた賛美が主の前に香りを聞こうとなっていきますように、創学者の方々のうちに主はあなたの本当に、霊が注がれ用いられますように、メッセージを語る牧者のうちにもあなたご自身の霊を注いでくださって、あなたの御心を解き明かすことができるように助け用いてください。主はあなたの皆を賛美して、主イエスキリストの皆によってお祈りします。アーメン。では心からの賛美を捧げていきたいと思います。おはようございます。レント受難節、日曜日を入れて46日、この1週間がですね、受難週と呼ばれるものです。福音書の多くの部分にですね、この1週間の出来事が記録されている、それだけ大切だっていうことなんですよね。この朝もう一度イエス様の十字架、その恵み、愛っていうことを考えながら、そして皆さんがそれを体験しながらですね、過ごす礼拝でありたいと思います。お疲れでない方どうぞご起立ください。ご一緒にお祈りを捧げていきましょう。御言葉をご一緒に読んでください。はい。しかし私たちは、私たちを愛してくださった方によって、これら全てのことの中にあっても圧倒的な勝利者となるのです。アメン。キリスト教の土台、全ては何ですかと聞かれたら、もう愛、一言ですよね。この受難週の中で皆さんがさらに神様の愛、許しを深く体験できるように、そのことを祈りましょう。そして皆さんの家庭が祝福されて、ご家族が救われていくように。ただ今試練、試み、病の中にあるでしょうか。私たちの主は癒し主です。問題を乗り越えさせてくださいます。そういう意味で圧倒的な勝利者となるように、BGM の中でですね、この子ご一緒に祈っていきましょう。神様、ありがとうございます。勝利者となるように感謝いたします。神様、私たちは生活の中で生まれされていきます。あなたの本質は愛されています。十字架の神様、私たちはこの受難週の中で御言葉の聖霊にさらに深く主、あなたが単なる主、単なる過去のものではない、生きるように、一人一人が進む愛と力を
勝利していくことができる。主よ、あなたの御言葉を注ぎ、神様の力が与えられる。イエス様のお願いします。じゃあ代表して議長さん、お願いください。これになりの主よ、あなたの皆を心から賛美いたします。アメン。私たちずっと主の前に集い、心から主よ、あなたに祈りを捧げてこられていることをありがとうございます。感謝いたします。私たちを愛してくださったあなたによって、これらすべてのことの中にあっても圧倒的な勝利者になるんですよ。主よ、あなたのこの勝利の言葉をありがとうございます。私たちは主よ、あなたによって頼んで、それぞれの課題に対して主はあなたの力によって勝利できますから感謝いたします。私たちの生活の隅々に至るまで主が共にあってください。そのことに対して戦いがあるならば勝利を与え、問題があるならば解決を与えてくださいますことをありがとうございます。それぞれの生活、主はあなたを主として、あなたを大工として愛し、素晴らしい主の祝福の道に守られますことを感謝いたします。どうぞこれからも主と共に歩み、いろいろな問題に対しても主の力によって勝利していくことができますように。主はあなたの恵みに感謝いたします。感謝してイエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。秋田のためにですね、今日また続けて祈りたいと思います。今日は湯沢市ですね、県南でこの冬は本当に豪雪で大変だったと思いますけれども、この湯沢市約4万4000、そして鈴木俊夫市長、この時代にあって神様の知恵、助け、そしてリーダーシップ、また正義、誠実さ、そういうものがこのリーダーの上に与えられるように祈りたいと思います。また教会は湯沢教会と湯沢聖書バプテスト教会の2つがあります。どうも4月に市長選湯沢もあるようですけれども、本当に神様の御心にかなったことがなされるようになりましょう。また2つの教会の、牧師先生と油注ぎ励まし、また教会が聖霊に満たされ、信仰が子どもたちに継承されていくようにですね、このことも総額、BGM の中でご一緒に祈っていきたいと思います。祈りましょう。ありがとうございます。私たちユーザーのためになります。この冬の豪雪で大変だったと思います。神様、この4月に市長選がありますから、どうぞ何かの人が変えられるように、しっかりしたな今いる鈴木市長の上にあなたの豊かな油注ぎを助け、またリーダーとして知恵を、神様の正義の誠実さを、また神様このコロナ禍の中に乗り越えを、助けを主が与えてください。油を注ぎ、祝福し、あなたがその教会をリバイバルしてください。そして特に信仰の継承がなされていくように、この湯沢地区に信仰の力を持っていくようにします。感謝します。皆さん感謝します。どうぞご起立ください。主に新しい歌を捧げていきましょう。新しいっていうのはね、新曲っていう意味じゃなくて、新しい気持ちで皆さん、今日という素晴らしい神様の恵みが注がれていますから、皆さんの気持ちを本当にこう新しくしてですね、主を喜び楽しんでいきたいと思います。先週はですね、リモート礼拝でしたけれど、皆さん大丈夫だったでしょうか。ね、一緒に集まるのとお家の中でっていうのはちょっと違うんじゃないかなと思うんですけれども、でもこの時代ですから、あらゆる方法を持って、状況に対処してですね、主を崇めていきたいと思います。今日はですね、ヨハネの12章9節から19節を開いてください。新約聖書のヨハネの12章9節から19節まで、ヨハネの福音書の12章の9節から19節まで、私と皆さんで朗読いたします。
大勢のユダヤ人の群れがイエスがそこにおられることを聞いてやってきた。それはただイエスのためだけではなく、イエスによって死人の中からよみがえったラザロを見るためでもあった。それは彼のために多くのユダヤ人が去っていき、イエスを信じるようになったからである。シロの木の枝を取って出迎えのために出て行った。そして大声で叫んだ、ホサナ、祝福あれ、主の御名によって来られる方に、イスラエルの王に。恐れるな、シオンの娘、見よ、あなたの王が来られるロバの子に乗って。イエスがラザロを墓から呼び出し、死人の中から蘇られた時に、イエスと一緒にいた大勢の人々はそのことを証しした。そこでパリサイ人たちは互いに言った。どうしたのだ、何一つうまくいっていない。皆さん、夜が明けてあの人の後についていってしまった。アメン。今日から受難週に入りますけれども、この受難週の日曜日をですね、シロの聖日と呼んでいます。シロって皆さん分かりますかね。実は夏目ヤシのことなんですよね。中東っていうか、こういう夏目ヤシ、まあ、ヤシの種類ですけれども、この夏目ヤシっていうのがたくさんあります。その、まあ、葉っぱ枝を取ってきてですね、そしてこのように、この枝を敷き、イエス様がロバの子に乗ってエルサレムに入場されるときにですね、それを持ってホサナ、主の御名によって来られる方にって歓迎した。そのことで実はこの受難週の日曜日をですね、シロの聖日、まあ、英語だとパームサンデーという意味でしょうかね。どうぞ、まあ、そういうことを覚えておいてください。今日はまさにその日なんですね。で、この受難週、先ほども言いましたけれど、聖書の福音書の多くの部分がこの1週間の記事で満ちております。福音書っていうのはイエス様の伝記ではありませんよね。本当に必要な部分について、イエス様についてある部分を記しています。その中でもこの受難週の1週間というのはそれほど大事な出来事だったということですね。そしてこう見ていきますと、今日は日曜日、まあ、エルサレムに、まあ、入るということで、シロの聖日と呼ばれます。そして月曜日はその宮においてイエス様が境内でこの宗教的な商売をしている人に腹を立ててですね、その清めた、宮清めと言われています。また火曜日はそのエルサレムの神殿、その多くはソロモンの牢と言われるところかもしれませんけれども、そこでお話をする。非常にこの日は忙しかった。この水曜日あたりからですね、この大祭司やまたリーダーたちがイエス様を殺害する計画を立てていきます。またイスカリオテのユダがこの銀貨30枚でですね、イエス様を裏切っていこうとする、そういう場面が出てきます。そういう中でなんとラザロの妹になるんでしょうかね、マリアがイエス様の足に香油を塗る、まあ、ナルドの香油が注がれていくという麗しい出来事があり、さらにこの木曜日はですね、最後の晩餐の席でイエス様が弟子たちの足を洗う、そして夜にゲッセマネの園で祈りを捧げますけれど逮捕される。そしてこの金曜日ですね、まさに朝の9時から3時まで十字架に貼り付けにされて人類の贖いをなさるわけです。そしてこの土曜日はですね、まさに安息日の中でイエス様は墓の中に入れられ
黄泉にまで下るっていうことが出てきますけれど、なんと来週の日曜日はですね、そのイエス様が死と黄泉の力を打ち破って復活する、さんこの、復活祭、イースターの時、この1週間です。ですから皆さんどうぞこの1週間ですね、皆さんにきっとメールを送っていますけれども、時々見てそしてその日の聖書箇所を読んで、この1週間いろいろこう思い巡らすことをお勧めいたします。今日はですね、この出来事の中で、しばらくラザロ、イエス様が愛したラザロっていう人がいるんですね。このラザロの死がもたらしたものについてご一緒に、見ていきたいと思うんですね。で、先ほど読んだ聖書の箇所で、大勢のユダヤ人の群れがイエス様がそこにおられることを聞いてやってきた。そこって、ね、どこなんでしょうね。実はですね、ちょうどこのイエス様が来られるこの時にはユダヤの三大祭りの杉越の祭りという時です。ですからユダヤ全国からエルサレム詣でのために人々が集まってくるんですね。とは言ってもこのエルサレムに、たくさんホテルがあるわけではありません。ですから多くの人は、まあ、知り合いのところとかですね、その近隣の、町々村々に民泊させていただくわけです。で、イエス様の民泊のお決まりはですね、このエルサレムから3キロぐらい離れたところにベタニアという村がありますけれども、ここにいるマリア、マルタ、ラザロという3兄弟、この兄弟をイエス様はこよなく愛されたようですね。ですからエルサレムに行くときには必ずここで民泊をいたしまして、そしてここからこのエルサレムに、まあ、通うというようなことを成していた。で、先ほど見たようにイエスがそこにおられることを聞いたって言いますよね。この大勢のユダヤ人の群れというのはですね、このもちろん杉越のお祭りのためにいろいろ集まってきた人でもありますし、イエス様がなされる多くの奇跡を見てですね、本当にこう感動している人たち、その人たちが、あのイエスが今あのベタニアに、それもあのラザロの家にいるんだって耳にしたんですね。まずそこ行ってみよう。何のためですか？ちょっと赤いところ読んでみましょう。3、はい、ただイエスのためだけではなく、イエスによって死人の中からよみがえったラザロを見るためでもあった。皆さんどうですか？一度亡くなってね、4日も経ってる人がお墓に入れられているのによみがえった。皆さんそういう人いたら会ってみたいと思いません？この教会でね、もしそういうことがあってよみがえった、生き返った、それもなんか亡くなる前よりも肌がツルツルになってですね、若返っていたら、いやみんなちょっと会ってみたいと思いますよね。この時もそうだったんです。イエス様もそうだけど、死人の中から生き返ったというラザロをちょっと一度見たいって、そんな思いでやってきた。そしてなんとこのラザロが蘇ったっていう出来事が、多くの人がイエス様を信じるようになっていく、実は出来事となっていたんです。ここも読みましょうか。もう一度、じゃあ3、はい、イエスは杉越の祭りの6日前にベタニアに来られた。そこにはイエスが死人の中からよみがえらされたラザロがいた。人々はイエスのためにそこに晩餐を用意した。そしてマルタは給仕していた。ラザロはイエスと共に食卓についている人々の中に混じっていた。まあ、杉越の祭りの6日前っていうことですから、まあ、多分土曜日の夜じゃないでしょうかね。安息日は食事の用意しちゃいけないんですよ。仕事をしちゃいけないということですから、金曜日の日没からこの土曜日のこの日没までですね、安息日です。でもここで晩餐の用意をしたって書いてますからね、多分この日没後、人々がイエス様のために、またそこに集まってくる人のために食事の用意をした。そこにはなんと皆さん、ラザロもいたんですよ。多くの人が、ああ、あれがラザロだって、すごい、生き返ったなんて聞いたことがないね。臨死体験で4日もなくなって墓に入れられて
普通だったら腐ってるかもしれないのに、すごい。もう大勢の人がですね、このベタニア村に押しかけていて、どうしたんでしょうね、泊まるとこないですよね。そんな状況なんです。まあ、この食事の席で、あの有名なあのマリアがですね、ナルドの香油をイエス様の足に注いで髪の毛で拭うという素晴らしいストーリーが出てきますね。きっと彼女の中にイエス様の愛に感動して、そして自分のあの弟ラザロが亡くなった、もしかしたらお兄さんかもしれませんし弟かもしれませんけど、それに対するイエス様への本当に感謝が溢れていたと思うんですね。当時このナルドの油っていうのは非常に高価なものだったんです。ですからそれを見たあのイスカリオというのはもったいないってこんなことするより貧しい人にこれ売って施した方がいいんじゃないかと言われるぐらい実は高価なもの。でもそれを惜しげもなくイエス様の足に注ぎ、そして自分の髪の毛でまるでしもべとしてその足を拭う、この美しい姿、そしてイエス様はこれは本当にいよいよ語られ続けるといった出来事です。イエス様への愛っていうのは感動して私たちが心動かされるものです。アメン。クリスチャンだからこうしなきゃならないとか、みんながやってるからって人の顔色を見る、そんな生き方じゃない。皆さん一人一人の心の中にですね、イエス様の愛に感動して、もういても立ってもいられないこの方のためにっていうのが本来の信仰の姿だということを知ります。そしてこのラザロの死によって何が起きたかというと、ここも一緒に読みましょう。3、はい、イエスがラザロを墓から呼び出し、死人の中からよみがえらせたときに、イエスと一緒にいた大勢の人々はそのことを証しした。そのために群衆もイエスを出迎えた。イエスがこの印を行われたことを聞いたからである。イエス様がラザロを墓からよみがえらせたときに、そこに弔問に来てたですね、大勢の群衆がいたわけです。でもその涙と叫びがですね、歓喜の声に変わるんです。だって4日も亡くなって墓に入れられた人がですね、イエス様がラザロ出てこいっつったら出てきちゃったんですよ。もうこれは黙ってはいられないんです。だからそれを目撃した多くの群衆もですね、そのことを一人人にみんな明かししていくんです。これはもうブワーって拡散していくんですよ皆さん。だからイエス様がこの、日曜日にですね、エルサレムにこのロバの子に乗って行った時、この歓迎するっていうことは単なるイエス様すごいなじゃないんです。あのラザロを死から蘇らせたお方、そして私もそれを見た、聞いた、いや私もあの素晴らしさを体験した、そういう人たちがこの祭りのために集まってきて、イエス様をホサナって迎えます。私も以前間違って理解したことがあります。このホサナって迎えた人たちが6日後にイエスを十字架につけて殺せって言ったと思ったんです。でもそんなこと考えられますよ皆さん。イエス様の素晴らしさを見て聞いて感動してた人たちがですね、6日経ってこの宗教家たちのいくら扇動されたとはいえ、急に手のひら返したようにですね、イエスを十字架につけろって言いますか。私は前そう思ってたんです。でもあのイエスを十字架につけろって言った人たちは迎えた人とは違いますよ。これはもともとエルサレムにいる人たちです。そしてこの宗教家たちのいわゆる影響を受けている人たちじゃないでしょうか。だから違うんだということなんです。私も前一緒くたになってですね、ずいぶんみんなコロッと変わるなと思ってたんですけど、よく聖書を読んでいくと違いますよね。でもですね、このようなラザロの死はこの時には素晴らしいイエス様の栄光を表すんですけれども、そこに至るまで
実は理解到底できない悲しい出来事があったんです。これはラザロが亡くなって4日経って墓に入れられて、そしてこのように当時は遺体を処置するために香料を塗ってですね、布を巻きますから、このままミイラ男じゃなくてですね、このまま出てくる奇跡の場面ですけど、ここにね、神様の御心の深さということを知ります。私たちは目の前のことしか見えないんです。そして自分たちの願い、自分たちの経験の中でしか考えることができません。でもこのラザロの出来事を見るときに、主の御心の深さというのを見るんですね。で、聖書一緒に読みましょうか。3、はい、さて、ある人が病気にかかっていた。ラザロといってマリアとその姉妹マルタとの村の出でベタニアの人であった。そこで姉妹たちはイエスのところに使いを送っていった。主よ、ご覧ください、あなたが愛しておられるものが病気です。イエスはこれを聞いて言われた。この病気は死で終わるだけのものではなく、神の栄光のためのものです。神の子はそれによって栄光を受けるためです。イエスはマルタとそのラザロと愛しておられた。そのようなわけでイエスはラザロが病んでいることを聞かれた時も、そのおられたところになお2日とどまられた。それでイエスがおいでになってみると、ラザロは墓の中に入れられて4日も経っていた。マルタはイエスに向かっていった。主よ、もしここにいてくださったなら私の兄弟は死ななかったでしょうに。マリアはイエスのおられるところに来てお目にかかると、その足元にひれ伏していった。主よ、もしここにいてくださったなら私の兄弟は死ななかったでしょう。皆さん、この記事見てどう思いますかね。イエス様はラザロを愛してたって書いてます。またその姉妹であるマルタとマリアも愛してたって書いてます。そのラザロが病で本当に死にかけていく状況、この姉妹たちはイエスのもとに使いを送ってすぐに来てくださるように願ったんです。これまでだったらイエス様はどうですか、すぐに行くんじゃないですか。まして愛するものです。あるいは間に合わないとしたら、よくやるようにお言葉をくださるはずです。そしてそこで宣言してもよかったはずです。でも何もしない、どころか2日間もそこから動こうとしなかったって言うんです、皆さん。そしてイエス様がついてみると、なんと墓に入れられて4日も経ってた。ひどくないですか皆さん。愛するものですよ。他のものは横に置いても駆けつけてあげるべきじゃないでしょうか。何かお言葉をあげたらよかったんじゃないでしょうか。この出来事を通して、このマリアとマルタの本当に悲しみ、痛み、失望、落胆っていうのはもう考えられないと思うんですね。なぜ、期待してるからです。イエス様さえ来てくれたら治るって、もう本当に信仰があったんです。でも何も答えがなくて、まるで無視されたような状況。そして4日も経ってくるんです、のこのこと。当然マルタとマリアが叫ぶのが分かりますよね。あなたが来てくださったら知らなかったでしょうって、遅いよ何やってたのって書いてはないけど、文句の一つも言いたくなるでしょう。なぜですか、なんでこんなことが起こるんですか。わかりません、わかりません、理由わからない。でも一つだけ言えることは、ここにこの病気は死で終わるだけのものではなく、神の栄光のためのものです、神の子がそれによって栄光を受けるためですとイエス様は言いました。つまりラザロが死ぬことをイエスは知っており、でもそのことによって神の栄光が表されるということもイエス様はよく知っていたんです。
ですからイエス様はあえて動こうとしなかった。そして悲しみの中で葬儀、多くの人がですね泣いて泣いていますけれども、イエスはラザロが葬られている墓に行くんですよね。この場所を読みましょうか。3、はい。そしてイエスはそう言われると大声で叫ばれた。ラザロよ、出てきなさい。すると死んでいた人が手と足を長い布で巻かれたままで出てきた。彼の顔は布切れで包まれていた。イエスは彼らに言われた。ほどいてやって帰らせなさい。そこでマリアのところに来ていて、イエスがなさったことを見た多くのユダヤ人がイエスを信じた。びっくりですね、さん。誰が死んで4日経っている人が生き返るなんて信じることができるでしょうか。経験したことがあるでしょうか。人間の思いをはるかに超えて、でもそのことをイエス様が成したんですね。そしてその出来事を通して多くのユダヤ人がイエスを信じた。ここに神様の御心の深さというものを私たちは見ます。皆さんどうでしょうか。私たちの人生っていうのは楽しいこと、素晴らしいことたくさんありますけれども、逆に理不尽なこと、悲しいこと、辛いことたくさんありますね。そして神様知らないんであれば、まあこれは運命だとか、あるいは因果応報だとか、あるいはたまたまそうなったんだとか、また誰かのせいだ、ただそこに立つしかなかったです。でもイエス様を信じたんです、私たちは。アメン。そして神が私たちを祝福し愛してくださることを知っています。皆さんのためにその一人子イエス様を与えてくださったほどに愛しておられるんです。なのになぜイエス様に祈ったあのこと、このことはそうならなかったんでしょうか。助けを求めたのになんで失敗したんでしょうか。なぜ癒しを願ったのに病になってしまったんでしょうか。なぜなぜなぜ。祈らなければ、神を知らなければですね、なぜはないでしょうね。でも神を信じてるからこそ、愛してるからこそ、愛されてるからこそ、私たちの中にクエスチョンマークがつくことがたくさんあるんです。そしてある人は自分を責めます。私の祈りが足りないからだ、私が罪深いからだ、私がああしてきたからだ、こうしてきたからだ。私もそういうことよくあります。神様は問題ない、でもこうなったのは僕がちゃんとやってないから、僕の不備だ。そして自分を責めて落ち込んでいく。希望ないですね。あるいはあの時誰かが助けてくれなかったから、ある人はなんだ神様に祈ったってしょうがないじゃないか。ここは蘇ってるからまだいいですよね。でもそうじゃない出来事が多々あるわけです。でも一つだけ言えることが、イエスは皆さんを愛しておられて、神様の深い御心が一つ一つの中にあるんだということ。時にはわからないこと、時には理解できないこと、それは私たちの信仰生活の中にもあるということを私たちは受け止める必要がありますその出来事が全て祝福に変わる、それが目で見えるならハレルヤと言えますね。神のなさることは時にかなって美しいって大胆に証しできます。でもそうじゃない出来事も残念ながらあるわけです。私たちが主のもとに行った時に、主に聞いてみたい、そんな出来事も私にもたくさんあります。でも知ってほしいことは、イエスの愛は変わりません。あなたが悪いとか、あなたが至らないとか、祈りが足りないとか、そんなことじゃないです。神はそれを超えて、一つ一つの出来事の中に、いや悲しみの中にも、全てを益と変え、栄光を変えてくださる方です。だから皆さん、主から離れないでほしいんです。
私たちがそこで主から離れてしまうならば単なる悲しみで終わってしまうでしょう。でもそれでも主よと、今理解できない、わからないけどあなたに委ねついていきますという中にですね、この神の栄光というものを私たちは見させていただけるということなんですね。さあ、こういう出来事があって、この群衆がイエス様を迎えます、ね、で不思議ですね、なんでロバ乗ってんの。当時ですね、あの馬っていうのは一般の家庭にはほとんどないです。なぜかというと、馬っていうのは戦うためのものなんですね。戦争に行くためのものです。ですからよくあのクリスマスの場面で馬もやって、あれ多分嘘だと思いますね。ロバとかですね、そういう家畜の小屋だと思います。なぜかというと、普通の家には馬はいないんですね。イエス様はこのロバの子に乗って入場されますけど、実はこれがたまたまロバしかいなかったからっていうよりも、旧約聖書の中に予言されている出来事の実現です。この御言葉を読みましょうか。3、はい、イエスはロバの子を見つけてそれに乗られた。それは次のように書いてある通りであった。恐れるな、シオンの娘、見よ、あなたの王が来られるロバの子に乗った。まさにこの王として来られるお方がロバの子に乗ってくる。これゼカリア書の、ね、9章の9節に書かれてある予言ですけれども、これがイエス様によって成就したということを知るんです。つまりイエス様によって神の御心がなされていく、それをここでもう一度見ることができます。そしてね、ワクワクするのは、皆さん、イエス様はね、もう一度来られるんですよ。アメン。あのロバの子に乗ってくるんじゃないんですよ。今度はね、黙示録を見ると白い馬に乗ってくるって。そして多くの軍勢、生徒たちを引き連れてですね、この地に、今度はこの地を裁くために来られます。このことについて何度か話してますよね。この週末の中にあって、実はユダヤ人たちは反キリストによってその3分の2が殺されているんです。本当に怖いですね。そして残った3分の1はですね、今ペトラ遺跡ってヨルダンにありますけれども、そのペトラという場所に神様がかくまってくださるんですね。そこは入り口が一つしかありません。羊の寝床と呼ばれるぐらいですね、奥が深くなっています。そこで神の不思議な方法で、この残った3分の1のユダヤ人が本当に守られます。その残ったユダヤ人たちがですね、そこでイエスこそ誠に自分たちが待ち望んでいたメシアだ、救い主だということを知るんです。そして彼らが民族的に悔い改めて、ホサナ、主の皆によって来られる方にって叫ぶんです。その時に、ちょうどエルサレムの入場の時には、その叫びの中でイエス様がロバの子に乗ってきましたけど、この週末においては白い馬に乗って生徒たちを引き連れてですね、なんとこの地上に再臨されるんです。そしてこの敵を、その御言葉の剣を持って粉砕していく。そしてこの地に立ってですね、主はこの地に神の国をもたらしていく、そんな予言が書かれています。ちょっと読みましょうか。拾い書きをしましたけど、じゃあご一緒に。3、はい、見よ、彼が雲に乗って来られる。すべての目、ことに彼を突き刺した者たちが彼を見る。地蔵の所属は皆彼の上に嘆く。しかり、アメン。イエス様は雲に乗ってくる。もちろん、この後を見ると白い馬に乗ってっていうことが出てます。すべての目が見るって言うんです。どうやって見るんですか？今、こうやってスマホでですね、皆さん、先週も見たでしょうけど、ライブ中継って全世界で見ることができるんです。イスラエルにおいて、皆さんが
スマホでですね、ライブ中継やったらもう全世界の人が見ることができますよ、瞬時にして。また11節から、じゃあ3、はい。また私は開かれた天を見た。見よ、白い馬がいる。それに乗った方は忠実、また真実と呼ばれる方であり、義をもって裁きをし、戦いをされる。その目は燃える炎であり、その頭には多くの王冠があって、ご自身のほか誰も知らない名が書かれていた。その方は血に染まった衣を着ていて、その名は神の言葉と呼ばれた。天にある軍勢は真っ白な清い麻布を着て、白い馬に乗って彼に付き従った。こんな感じですね。わあ、私たちもこの中に入れてほしい。ね、アメン。このことを皆さん信じますか？2000年前にイエス様がロバの子に乗ってエルサレムに入場するという予言が成就いたしました。アメン。イエスキリストによってことごとく聖書の予言が成就しているなら、この週末にイエス様によって起こることはその通りになると信じますか？アメン。皆さん、もうこれまでのことは 100% 成就しているんです。あと今後のことがだったら成就しないわけがないじゃないですか。皆さん、イエス様が再臨されるんです。この地に神の国がもたらされるんですね。弟子たちはイエス様がロバの子に乗ってエルサレムに入場するところをちゃんと見ています。でもこのことを弟子たちはその時全くよくわからなかったんです。悟ることができなかったんです。まあ、聖書のことを多くの弟子たちはあまり理解してなかったのかもしれませんし、その予言とこの出来事が同じであることすらわからなかったんです。ちょっと読みましょうか。じゃあ3、はい。はじめ弟子たちにはこれらのことが分からなかった。しかしイエスが栄光を受けられてから、これらのことがイエスについて書かれたことであって、人々がその通りイエスに対して行ったことを彼らは思い出した。イエス様が栄光を受けたってどういうことですか？あの十字架にかかり3日目によみがえって、そして天の王座に帰った時じゃないですか。何がその後起きたんですか？聖霊が与えられたんです。皆さん、この聖霊の働きを通して弟子たちはこれまで聞いていたイエス様の教え、一つ一つの出来事を悟ることができたんです。皆さん、なぜこの御言葉を読みましょうか。はい。私が父のもとから使わす助け主、すなわち父から出る真理の御霊が来るとき、その御霊が私について証しをします。イエス様は今天の父なる神の右の座におられます。皆さんどうですか？イエス様はその目で見ましたか？イエス様の教えを直接イエス様から教えてもらいましたか？イエス様の弟子としてイエス様と旅を一緒にしましたか？してませんよね。見たこともありません。聞いたこともありません。そして漠然としているかもしれません。聖書を読んでもですね、ああそうなのか、ふーんってのができると、そうなんだねみたいなことが多いんじゃないですか。でも御霊、真理の御霊、すなわち聖霊様が来るとですね、私について証をしますって書いてあります。証って何ですか？体験したことをリアルに語ってくれるってことです。皆さん、皆さんもそういうことあるでしょ？自分がわからないことをですね、それが体験した人が教えてくれます。あの人ってね、こんなすごい人なんだよ、あんなこと、こんなこと、それを聞くとね、だんだんワクワクしてくるわけです。え、そうなの？それだけじゃなくて、この御霊が信じる皆さんのうちに共にいてですね、体験させてくださるってことです。イエス様がいくら愛だと言っても、イエス様があなたのために十字架にかかってくださったと言っても、よみがえって今も生きていると言ってもですね、私たちは知識で終わります。でも
この聖霊様はあなたのうちにいて、それをリアルに体験させることができるお方です。アメン。だから私たちは見たことがないけど、イエスを見たような感じがします。いや、見たんですね。手で触ったことがないけど、聖霊を通してイエスを触ってます。そして聖書を通してイエス様が本当に語ってくださることも経験しています。聖霊の臨在の中で神の愛、神の許し、神の祝福、平安、それも体験することができます。どうして？説明できない。聖霊によってです。あのイエスと共に3年半過ごした弟子たちでさえも、あんなに丁寧に教えてもらって理解できなかったんです。でも聖霊が与えられた時に、彼らはそれがリアルなものになったんです。そして彼らの信仰がリバイバルされてですね、あの聖霊のバプテスマを受けた時に大胆さと力まで与えられていったんです。そしてイエスがなさったような働きを、彼らもそれを続けていくことができた。なんで？聖霊を通してそのことがリアルなものとなったからです。アメン。この朝イエス様が願っていることは、この聖霊の働きを通して皆さんもイエス様の十字架の愛、イエス様のよみがえり、そしてイエス様の教え、イエスと共に生きることの素晴らしさを皆さんも悟り経験してほしいんです。どうしたらいいんですか？あなたがまずイエスを信じることです。そして信じたなら、あなたのうちにこの聖霊が住んでいてくださいますから、聖霊様、どうぞこのイエス様の愛を、この御言葉をもっとリアルに私に体験させてください、悟らせてくださいと求めたらいいんです。弟子たちもイエス様が一緒にいるときに例え話とかされてもね、分からなかったんですよ。でどうしたかっていうと、こっそりイエス様のところに来て、ねえねえイエス様、さっき言ってることちんぷんかんぷん、どういうことっていうと、イエス様が教えてくれます。だから私たちもこのように御言葉を聞くとき、聖書を読むとき、祈るとき、生活する中で聖霊様を意識してですね、聖霊様、どうぞこの御言葉を悟らせてください、理解させてください、今日どのように祈ったらいいか導いてください、聖霊に頼るんです。これはイエス様に頼ることと同じなんです。皆さん、その時に皆さんの霊の目が開かれて、イエス様のこのリアルさを体験していくんじゃないでしょうか。それが感動となって人々に伝えずにはいられなくなる。そして、ね、聞いて、今日朝ね、聖書読んでたらさ、この言葉が響いてきてって一緒にいる人に分かち合うんじゃないですか。いや、祈ってたらねって、こんなすごいことを体験した、悲しくて苦しくて悩んでたけど、イエス様がね、まさになんか目の前にいるようにして現れてくれたんだよ。皆さん、私たちの努力じゃないんです。アメン。神様はあなたを恵もうとして待っておられるんです。私たちがすることは心を開くことです、イエス様に。そしてイエス様と過ごす時間をなるだけ持つことです。アメン。いや、暇じゃないし、それはそうです、皆さんね、暇じゃないけど、その時間時間の中で5分10分15分主との時間を持つことができるんじゃないですか。まあこんな感じでいいやじゃなくて、もっと知りたいってへりくだって主を求めていく、そんな皆さん一週間していきましょう。そしてこれをおられる皆さん一人一人が聖霊の働きによって、この素晴らしいイエスの十字架の愛をもう一度体験して、皆さん一人一人が聖霊に満たされるように、お祈りをいたします。天の父なる神様、この受難節をありがとうございます。この日曜日を入れて46日間、私たちは毎日聖書を読みながら、またディボーションしたり、また思い巡らして祈ってきました。またこの中で神様、途中から555の祈りを捧げてきた人たち、
もいると思います。神よ、どうぞ聖霊を通して一人一人が何か冷めてしまった信仰ではない、過去の信仰ではない、宗教ではない、生きておられるイエスを体験することができるように助けてください。なぜならあとは生きておられるからです。そして一人一人のために命を捧げてくださったからです。そして一人一人を聖霊に満たして主の愛を知ってほしいと願っておられるからです。どうぞ今一人一人の心を開いてください。もしかしたら神様、悲しみや痛みや理不尽な出来事の中で、なぜなぜどうしてという中で私たちは心が傷つき、また神様、あなたに対して不信感を持ち、もう期待すること、あなたの求めることをやめてしまった人もいるかもしれない。でも神様、それでもあなたはお一人お一人を愛しています。どうぞもう一度心をへり下って、わからないこともたくさんある、でも主は真実だからとそこに立って、一人一人が心を開いて主を求め、主の愛と癒しと許しをしっかりと受け取ることができるように助けてください。特に今、悲しみや病や苦しみ葛藤の中にいる人たちを格別に覚えてくださって、主よ、人の力では時に心開けません。でもあなたの愛が聖霊を通して今一人一人のうちに注がれるようにとお願いいたします。また自然界を通して、多くの出来事を通して、その心を和らげてあげてください。この受難週の中で一人一人があなたを見出すことができるように、イエス様の御名によってお祈りをいたします。アメン。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。仰ぎ願くば、主イエスキリストの恵み、父なる神の恩愛、聖霊の親しき交わりが皆様方一同と共にありますように。アメン。お願いします。
魂を生き返らせ、あなたの道へと導かれます。たとえ死の影の谷を歩いても、私は恐れません。Hey.